最初の連載が終わりまして、で、2本目もう原作付きの読み短期集中の連載をやったんですけども、それが終わった後しばらくちょっと自分が話が面白いのができなくて、ちょうど詰まってる時に担当の進藤さんから「こういう原作があるんだけどやってみないか」っていう話をいただきまして、それでやることになったんですけど、正直とても面白かったです。そうですね、いきなりやっぱりね、1話目の衝撃もありましたし、2話目でもうもっと衝撃があって、これ続くのかなっていうぐらい、もう来週終わっちゃうんじゃないかっていう、来月終わっちゃうんじゃないかぐらいの話だったんで、引き込まれましたね。ぜひ書きたいっていう気持ちで、主にキャラクターの下地というか設定資料みたいのは春日先生が一応作ってもらって、そこで俺がデザインし直して、どこかしらにその動物の特徴が入るようには考えてやってますね。昆虫とかで、何がやっていくうちに、自分の中の決まりみたいのはあるんだと思うんですけども、だからあんまり何て言うんですかね、例えば小吉がスズメバチになる時にも、蜂だからお尻に針があるっていうわけじゃなくて、特にそういう、そうですね、腕につけたりとか、それはやっぱかっこよさ重視で、その特徴がかっこいい形で出るようにって考えてやってますね。そうですね、毎週春日君がもうこの漫画の形にしてくれてるので、ネームのニュアンスを一回生きるように僕が本当絵を入れ直すっていう状態で、話とかそういうのには僕は関わらない、ほとんど関わらないでやってます。その週です。その週、その週のそのページに行くまで僕も知らない。アシスタントのみんなとも「あ、これ来週死ぬんじゃねえのこいつ」って思いながら、って言いながら書いてたりしますね。一番はでも見やすさかもしれない。結構キャラクターが多くて、パッと見で分かりやすいようにっていうのは気をつけてます。あとはもう春日くんの話をより分かりやすく、その気持ちを伝えるようにっていうのに意識してますね。そこが一番。
最初はなんか虫を意識して虫ホークみたいのでやってたんですけど、どうしてもそこは僕もさすが君もちょっと弱い部分で、逆に弱いからああいう形にしちゃってるのかもしれないですね。ちょっとなんていうんですか、本当だったらこんなの飛ばねえよみたいな形もどっか共通性を持たせて、そうですね、やってます。どんな形になるのかあまり想像ついてないんで、でも逆に見てほしいですね。でもやっぱりどうせ飾られるんであるので、で多分さすが君のネームもすごい歩いてても見やすいようになってると思うんで、で両方から見れるようになってたりとか工夫されてるんで、それが生きるように僕も絵を描いてるんで、ぜひ見ていただきたいなと思います。これあんなことで言っていいのかわかんないですけど、本編で全然活躍してないキャラがピックアップされてたり、ここでしか知り得ない情報もあるんで、好きな方はそういうところでクスッとしていただけると思いますし、そうじゃない人もこいつ何なんだろうって多分みんな個性的な容姿してますんで、ネタバレがない分どんな話なんだろうって興味持ってもらえたら嬉しいなって思いますね。これ実はこのゴキブリたちの気持ちみたいのが出てるのもあまりないので、それはそれで面白いのかなって思いますね、はい、どっちからでも読めて真ん中でこうやっぱ対峙するっていうのが、うん、昆虫のゴキブリがなるべく出てこないようにしているんで、怖がらないで読んでほしいです。テラフォーマーズの作画を担当しています立花です。今回このような、機会をいただけてとても光栄に思っております。ゴキブリ漫画ということですごい敬遠されている方も多数おられると思いますが、それだけじゃない魅力がたくさん詰まった漫画ですので、この機会にぜひ興味を持っていただいて読んでいただけたらありがたいなと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。